皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はゲストに来ていただきましてやっと会いました、水星プロジェクトのちんさんです。どうもちんです。やばい、お外からの拍手もめっちゃ多かった。ギャラリーがそういっぱいいる。はい、今日は、まあ、初めましてなので、ちょっと ね、怪我した時に、初めの方に結構本当にちんさんの私 YouTube をたくさん見させていただいて、めちゃくちゃ勉強になって、なんかこうスタートはちんさんみたいなその情報を提供していきたいなって思った私本当は動画作り始めたんですよ。あ、そうなんですか。すんごい見た、だからめっちゃめっちゃ恥ずかしい。だからほんと ちんさんの女バージョンであったらいいなみたいな感じで作ってたので、はい、でも状態がね、私は、今日胸からの損傷なので基本的には溝落ちから下が麻痺なんですけど、陳さんは首からなので何が違うのかっていうのをちょっと自己紹介がてら、教えていただきたいなというふうに思います。はい、じゃ あ簡単に自己紹介も兼ねてということで、はい、僕自身は19歳の時にアメフトの事故で首を骨折したんですね。で、医学的には C の5番と6番っていうのを損傷してて、で一見僕の体を見ると、あ、足が悪くて車椅子に乗ってるのかなって思われがちなんですけど、実はここの鎖骨から下はもう全く動かなくて、感覚もこの胸から下は全くないんですね。で腕の力も多分まこさんの3分の1も効いてないかな。だからこうやって腕曲げることできるんですけど、ここから僕伸ばすことできないですし、手首の動きもこの手の甲をこうやって上にした状態は動くんですよ、でも逆は全く動かないですね。なので実は指僕全く動いてなくて、握力ゼロなんですよ。あ、一見歩けないって思われがちなだけって思われがちなんですけど、意外と腕もほとんど効いてないっていう状態なんですよ。でも車椅子が手動ですよね。そうですね、簡易電動も持ってないってことですか。持ってないです、僕は主にこの車椅子だけ。じゃあ街中もめっちゃ大変、坂行けます？坂ね、正直結構しんどいです。でもなんか自分の中であんまりそれ大ごとに捉えてないというか、ある程度の坂だったら、時間はかかるけど登れるんですよ。で登れない時はもう探す。なるほどね、確かに。そうなので、私も入院中に頸損の人、頸髄損傷の人と会うことはたくさんありましたけど、やっぱりさまざまで、なんか胸から下の状態の人より首からの人の方が症状のなんか、違いがたくさんあって。そうですね、胸の場合って損傷箇所が1センチ上に行っても下に行っても、そこまで大差がないというか、でも首の場合って数ミリ違うだけで、なんだったら呼吸できなくなっちゃうとか、指が動く動かないとかって結構生活においても大きな違いがあるんですよね。だから頸髄損傷っていう括りってすごく難しい。なるほど、同じ脊損ではあるけど状態が違うので分からないこともたくさんあったり、どうしてるんだろうって思うこともあるんですけど、普段の生活は、今結婚されてて、奥さんと2人暮らしでいてて、全解除ではないですか。全解除ではないですね、妻に主にしてもらってるのは、排便。僕も排泄障害があって自力で便を出すことができなくて、であと体幹が効かないのと指が不自由なので、自分で要は摘便、指を突っ込んで出すっていう行為ができないんですね。なのでそこは今妻にお願いしてやってもらってますね。ただその他で言うと導入は自分でやってます、ね、導入は自分でやってます、なのでおしっこは自分で、完結できる状態ですね。着替えは？着替えも自分でできます。異常も？も自分でできます。できますね。できますね。できますね。けど、時間はかかりますね、やっぱり。異常一つとってもベッドから車椅子に移るのも、寝てる状態からだと5分ぐらいはかかったりするし、着替えも全部着替えようと思ったら10分15分ぐらいかかるかな。
なので、まあ、時間はかかりますね。でも一応一通りはできる。なるほど。車は運転できますか？車はね、一応運転できるんですよ。はい。車椅子生活になって何年目だろうな、うん、7年目8年目ぐらいの時に、はい、やっぱり自分で運転できるようになりたいなと思って、うん、どうやったら自分の体で運転できるだろうって探して、うん、そしたら近くのリハビリセンターに行けば教えてもらえるっていうことだったので、うんうんうん、今回そこに入所して、はい、で車の運転と車の異常と車椅子を積むのも全部一通りできるようになって、はい、よし運転できるぞって、これからもいろんなとこ行けるぞって思ってた時に一回事故っちゃって、人引いたりとかじゃなかったんですけど、はい、ちょっとグワーンってなってガンってぶつかっちゃったことがあってから、うん、ちょっと自分で運転するのは怖くない、ね、ちょっと怖いなと思って、うん、なので今は主に運転は妻にしてもらってるんです。はいはい。で、助手席への異常は自分でしてるみたいな感じですね。なるほど。今回今、ここ福岡に出て、はい、普段は神戸に住まれてて、今日は電車ですか？今日はそうですね、神戸から新幹線で乗ってきました。で、ここまでは？ここまではタクシーで。あ、タクシーで。そうか。まあ、タクシーの乗り降りもじゃあ自分でできるっていうこと。タクシーは厳しいですね。あ、タクシーは厳しいんですか？どうしてもやっぱ腕の力が弱くて、はい、座席と車椅子の間にトランスファーのボードがないと僕移動できないんですよね。あ、なるほど。で、そのボードって車ごとに合わせて作るので、要はその僕の使ってるボードって僕の乗ってる車じゃないと使えないんですよ。なるほど。あ、座席の横のボードですか？そうです。カチャッとやるやつ、はい、でカチャッっていうのが、うん、僕の場合はどうしても面積が広くないと無理だったので、結局足がついてるタイプのボードをつけるんですね。でそれが結構大きいんですよ。ここ大げさに言うとこんぐらいの、で結構重たくて、うん、それ持ち歩いて移動するとかって結構無理です。確かに確かに。なるほど。じゃあその時はタクシーは基本解除で。解除。一人で街中を歩いてて、じゃあタクシー乗ることはありますか？タクシー乗ることほとんどないですね。ああ、うん、そうなんだ。基本バスか電車。なるほどなるほど。移動しますね。で神戸の場合は、うん、バスがすごく発達してるというか、結構不便なく移動できるのと、あと神戸市のすごいのって、バスただなんですよ。あ、手帳ある人が。手帳ある人は。いえ、めっちゃいい。バスいくら乗っても乗り放題ですね。ちょっとバス停2つ先までとかと思っても結構気楽に乗っちゃう。確かに、いいな、それはいいな。だるいですもんね、2つ先って言ってもね。今回はね、この九州再生医療センターに陳さんが来てるのは、陳さんも7なんと再生医療をされたということで再生医療仲間になりました。そう、実は真子さんと同じように、自己脂肪由来の肝陽系幹細胞の再生医療をちょうど今月から、はい、まあ、スタートするという形で、うん、まあ、その関係もあってね、今日ぜひそのあたりについてお話できればなと思ってます。そうですね。どうでした、脂肪採取？まずはまず脂肪採取、うん、お腹のここから取ったんですけど、はいはい、手術って聞いてたんで、うん、手術めっちゃ怖かった。僕あんまり得意じゃなくて、なんだろう、注射するのも嫌なんで。わかるわかる。で当日行って、じゃあここに寝てくださいって言って、はい、寝て、じゃあ撮りますねって撮ってたら、5分後ぐらいに、はい、もう終わりましたよって言われて、もう率直に、もう終わりなのって、本当にそう、なんかすっごい大事なことって思ってたんで、あ、こんなに簡単に撮れるんだと思って、なんかそれがすごい意外でした。培養して、投与もして、投与はあれですか、静脈？そうですね、今回したのは静脈で点滴で落としました。で今回僕が受けたのが大阪のリペアセルクリニックっていう、まあ、大阪の中之島という場所にあるところなんですけど、はい、まあ、そこで脂肪の採取と、で点滴の投与をしたっていう感じですね。で、次戻す時は、はい、仙骨のところから硬膜内注射で、戻す予定です。まあ、投与してそんなに時間は経ってないと思うんですけど、はい、何か変化っていうのはありましたか？
正直言うと、うん、あ変わったなっていうのは感じてないんですね。なんか投与した直後はなんかほてったなみたいなのがあったんですよ、うんうんうん、これが回復してんのかなみたいな、もしかしたら家帰る頃にはちょっと変わってるかもって思ったんですけど、はい、正直まだそこまでの変化はないですね。じゃあ今後は、まあ、リハビリも、うん、まあ、必ずしていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、リハビリは神戸の方でされていく感じですか？そうですね、今現時点では装着型ロボットスーツのハルを使った、はい、ロボケアセンターでのトレーニングと、うん、あと自宅での、腰ハルを使ったリハビリをやってて、はいはい、で今月末3月末から、はい、神戸の三宮にある脳梗塞リハビリセンターの方で一応3ヶ月間、うん、要は治療をしながらリハビリも受けるっていうのを今後やっていく予定です。どんくらい1週間でリハビリどんくらい入れてます？時間今予定では実際に行ってやるのが週2回あ、まあ、か普段お仕事されてますよね。そうですね。でそれ以外はも自宅でハルを使ってできることと、はいはいはい、うん、あと家に歩行器があるので、うん、まあ、それを使って立位の訓練を、まあ、空いた時間でやっていくっていうような形で、まあ、併用してやっていこうかなと思ってますね。うん、なんかでもハルの腰タイプのをつけてるの見ると結構でもすごく動けてますよね、あのハルつけてると、うん、そうですね。歌詞も見ましたけど、キックしたやつとかね、キック13年ぶりにボールをつけたって。そうだから結構なんか私のイメージ、軽装の人ってなんかなん、うん、ちょっと表現が難しいんですけど、うん、治りやすいというか変化がすごく起きやすいっていうイメージがめちゃくちゃあるんですよね、うんうん、その胸装とか腰とかの人より、うん、なんか結構事例がすごいあって、たくさん、それめっちゃわかりますですよね。僕もその印象すごい強いです、うんうんうん、なんか一つ理由としては上肢不安定じゃないですか、腕の力も弱いし、うんうん、弱いからこそなんか全身を使おうという意識が結構強いんですよ、ね、胸損、腰損の人が超過疾走具を使って歩くときって、うん、結構もう腕の力でやっちゃってるなっていう感じがしてて、うん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 、でも僕らそれがないから、うん、なんか全身運動でなんかやっているのかなっていう印象は強いのと、うん、なんか僕も完全な頸髄損傷麻痺じゃないんですよ、はい、かなり完全に近い不全みたいな。なるほどなるほど、うん、ここ多分ねきっぱり分けれるものじゃないと思うんですよね、うん、確かにね。で軽装の方は割とそういう人が多いのかなという印象があるので、例えばなんか違う新しいバイパスか、まあ、回路ができたりするのかなっていうのはもう完全主観な意見なんですけど、うん、思いますね。本当にめちゃくちゃスタスタ行くっていうのは、うん、私は全然思ってなくて、うんうん、今のこの、再生量をやっていく中で、ただ、うん、まあ、まず一歩としては排泄の感覚が本当に、まあ、そこは 80% くらい戻るとか、うん、その失敗が基本的にはないとか、うん、っていうところがまず一つの目標ではあるんですけど、ちんさんはどこが今、まあ、最終目標もありながら、うん、多分一個一個の目標があると思うんですけど、うん、どんな目標がありますか？そうですね、あのいっちゃん最終目標は、うん、やっぱり立って歩けるようになって、うん、自分が首を折ったアメフトのフィールドで、うん、当時のチームメイトと、うん、もう一度アメフトのボールでキャッチボールをするっていうのが僕の夢なんですよ、うんはい、やっぱりそこで一度人生が終わってるので、うん、そこに戻ってもう一回やりたい、うんうん、でもこれはまあ多分かなり先の話だと思うんですよね、うんうんうん、で、まこさんが言ってたみたいに近い目標としては、うん、やっぱり排泄、うんうん、特に排便、うんうんうん、あ、降りてきたなっていうのが分かることと、うん、あとちょっと我慢できる、うんうん、分かりやすい、この2つこの2つだけでいいから欲しい、うん、やっぱみんなね、この筋肉の運動とかよりも、うん、やっぱ排泄が来ますよね。やっぱそこなんですよね。来ますよね。でも、うんね、なかなかだから他の再生量してる人たちもそこが一番難しい、戻りにくいって言われてる中で、うん、そこが私も欲しいなって思うので、今後あれですか、やっぱちんさんも逐一動画で配信していく感じですかね。そうですね、あの僕が通ってるクリニックの先生ともお話ししてるのが、うん、全部出したい情報は、うんうんうん、
うん、でそれはなぜかというと、やっぱり正しい情報を正しい人に届けて、うん、でそれを受け取ったことで本当の希望になると思うんですよ、ね、うん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 、あの出てないあの成果とかをこうやって良くなったって言っても、うん、それはやっぱり偽りだし、うん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 、うまくいったこともうまくいかなかったことも、うん、僕は一つのプロセスとして全部皆さんに今後はお出ししたいなって思ってて、でもそう思ったのはやっぱまこさんのチャンネル見てからなんですよ。嬉しい。あの僕すごいなと思ったのが、はい、本当に誰かのためにとか、うん、本当に自分がこう思ってるっていうところを納得持って発信されてるところが、うん、僕はすごいかっこいいなと思って、うん、あの始めたのは僕の方が早いかもしれないんですけど、うんうん、すごくこのあこういうチャンネルっていいなって思ってるのはやっぱまこさんのチャンネルなんですよね。ありがとうございます、うん、嬉しいです。でやっぱり症状が違うので、はい、症状の違いをやっぱ見せる意味もあるな。そうですね、うん、本当に意外と謙遜の人の方がなんか多かったりするんですよ、私のチャンネル見てる中でも、うん、なのでぜひね、謙遜の人とか陳さんのその変化っていうのをどんどん見ていただけたらというふうに思います。頑張りましょう、一緒に、ね、一緒に頑張りましょう。え、気づいたっつって。わかるよ。久しぶりにうんち溜まってるのわかるわっつって。これ言いたいなと思うのが、間に合った言いたい、でも完璧って言いたい、私もやりたい。でも本当気兼ねなくお酒飲めるようになんかなりたいなっていうふうに、あー、わかりますね、思ってるので、その時はじゃあ飲みましょうね、ぜひ一緒に、ぜひぜひ、はい、はい、じゃあという感じで今日は、陳さんと初めましての対談をさせていただきました。多分また今後も多分ね、きっとコラボする機会がたくさんあると思うので、うん、ぜひ、私の動画と、あとこれからちんさんの動画でもお話しさせていただくので、すいすいのチャンネルをぜひご覧ください。はい、ということで、今日はこんな感じで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。